水口です。今日も特にネタはないんですけど、ちょっと事件が起きまして、2日前ぐらいから何食べても味がしないんですよ。まだ医師の診断は受けてないんですけど、もう味がしなくて、何も今もこう水も普通は味がするんだけど味がしないです。でそれに気づいたのは、なおうちの奥さんがご飯作ってくれた時に何も味がしなくて、これ味付けひどいなみたいな、何も味しないけどと、調味料いろいろ入れてみるんだけど味がしないんですね。で味がしないっていうのは本当に不気味なことで、これね体験しないと分からないですけどね、なんでしょうね、なんかストレスかなんかですかね。でなんかこうタバスコとか辛いものを口に入れると喉の奥の方で刺激があるだけなんですよ今。で、まあ、また病院に行こうと思ってますけど、これはだいぶ不思議な感覚です。で食べ物を食べる気がないですね今ね。なんですかね、味覚障害ってやつかもしれないですね。でちょっとこう口の周りにこうしびれがあったりとか、こう左手がこうちょっとしびれたりして、で昨日秋葉原にご飯食べに出かけたんですけど、そのご飯食べてて、やみんなでね家族でやっぱ味がしないんですよ。もう本当に何も味がしないんですよ。で急に怖くなって、これまあ僕がいろんなこう病気の知識からすると、味覚障害が起きた時に脳卒中とか脳梗塞の前触れだみたいな話があるらしいんですよね。いやもうそれじゃないかなって急に思って、そしたらね、こう、視界があるでしょ?こう、周りが、こう、ビネットがかかる、写真用語ですけど、周りがどんどんこう、暗くなってくるような感じがして、要はもう、帳が降りるっていうんですか。こう、ふわーっと真っ暗くなってくるような感じがして、おそらくもうそれは精神的なもんだと思うんですけど、急に怖くなって、これがね、自分が死ぬっていうことではなく、ことが怖いんではなくて、ここで僕が倒れたりとか、実際には倒れてないですよ。これまた僕の弱い精神的な話をしてますけど、これ倒れたりとか死んじゃったりしたら、目の前でご飯を食べてる子供とか奥さんがどうなるんだろうって思って怖くなったんですよ急に。そしたらそれがやっぱり精神的ストレスになって、わーって真っ暗くなって、もうそっからねもうご飯も食べれなくなって、ずっとおとなしくして、帰りも秋葉原から八王子までね帰る車も運転したらちょっと危ないなってちょっと勝手に思って奥さんに運転してきてもらったぐらいなんですけどね。おそらくなんかね栄養不足とかなんかそんなことだと思うんですけど、脳梗塞にはなってないのでね。いやー怖かったっすね。まあ、今日もちょっと、まあ、疲れがあったのかもしれないですね。タイに行って暑いところに行って、まあ、僕が一番苦手としている場所、あの東南アジアの暑いところは僕は苦手としている場所なんですよ実は。そこ行って疲れたのかもしれませんね。まあ、僕自身はタイでは
で昼間釣りをして仕事取材撮影をしてご飯食べて正しく寝てるだけなんで健康的だったと思うんですけど、思いのほか疲れたのかもしれないですね。でこう喋ってる今も口の中ってね、何も物を入れてない状態でもなんか味がしてるもんなんですけど、何も味がしないっていうのは逆におかしな感じ、なんかこう痺れがあるっていうかね、うん、まあ、この辺原因をちょっと調べないといけないですね。いやーこれも健康第一ですよ皆さん気をつけてください。はい、そういう味覚がしないっていうのはね、またこれシリーズで何でもネタにしますけど、もうネタにするしかないですよね。今日も YouTube 撮るっていうのもね、こうメンタルが必要で、なんかこういや今日味しないなとか、こう手がしびれるなとかっていうのがあると、こう YouTube 撮ってなんか面白いこと喋るっていう気持ちにならないですけど、まあもうネタにすればいいのかなと思って今喋ってますけどねはい、まあどういうことだったかっていうのをまた報告しながらね、またいろんなその対策とか薬飲むんですかね。まあでも今はまあ、頭もはっきりしてるしね、こう味がないだけです。味がないっていうことは初めてですね、うん、まあ、何日かしたら急に治ったりする可能性もありますけど、うん、もう今は亜鉛が不足してるのかなみたいな簡単なことしか思いついてませんけど、うん、なんか太りすぎたりしてもいけないらしいんですけどね、味覚においては。でも太ってもないしね、何か栄養が不足してるのかもしれませんね、はい、まあ、そのあたりまた今日はつまんない話題で申し訳ないですけど、明日はまたあの大型に行く予定なんで、何か面白いみたいなのあったら紹介したいと思います。そういうことで今味がない水口でした。それではまた。